こんにちは、参議院の西田昌司です。今日は、9月の24日の金曜日であります。今日の読売新聞朝刊第2面にですね、自民党総裁選2021という、特集記事があって、4候補全員がですね、財政出動重視ということで横並びになっている、ところがその一方で、財源の議論が深まっていないと。つまり国債を発行し今やってるけれども、将来どうやってですねプライマリーバランスを黒字化していくのかと、増税するのかと、それとも財政を縮小していくのかと、そういった筋道が書いてないと。これは無責任じゃないかと。選挙はですね、目の前に衆議院選があるから仕方のないかもしれないけれども、それでは無責任ではないかと、そういう趣旨の記事が書かれているんです。でしかし、これはですね、この貨幣というもの、財政の、この議論をするときにですね、貨幣、通貨化、それは一体何なのかという本質論が実は、この読売新聞さんも分かっていらっしゃらないということだと思いますね。で、貨幣というのは何かというと、要するに、何度も言ってますけれども、これは、負債なんですね。つまり、政府が国債を発行することによってですね、その対価として片っぽで、この民間側に、この貨幣、預金であったりですね、紙幣であったりしますけれども、そういう現金資産が供給されることになると。で、これがどこまでいっても揺るぐことのない事実なんですね。これ事実なんですよ。ですから、そしてその貨幣を発行することはですね、国債発行でできます。で、国債も、いわゆる借金といえば借金ですからね、返済期限があると。で、返済期限があるものを、このですね、発行すると、例えば10年国債であったら10年後に必ずその返済しなければならない。で、その返済するためのお金を、税で、賄わなければならないんじゃないのかと。だから、今国債発行すれば済むけれども、将来は必ずその返済をしなければならない、そのための財源として税が必要じゃないかということに、そういう理論に基づいてこの財政再建論というのは成り立っているんですけれども、これも現実とは違ってですね、その返済するときには新しい国債をまた発行して、それで得たお金で償還してるんですね。だから借金の国延べ、手形で言うと手形のジャンプジャンプジャンプをしてですね、結局元金返済はずっとしないまま行っているわけですよ。で、これが現実ですね。ですから、この民間企業だったらじゃあそんなことが成り立つのかというとですね、民間企業では、これ成り立ちません。民間企業は要するに返済期限が来たらですね、その時に、このお金を銀行が貸す、人がですね、貸してくれればいいけれども、貸す方がですね、貸すのをやめちゃうと、そういう形にならないわけですね。例えば一番いい例が、例えば中国の、恒大グループというのがですね、非常に33兆円ですか、とてつもなく大きなですね、債務を、抱えているわけです。で、この企業は、次から次へとですね、都市開発、をしていったと。で、巨大な、マンションをどんどん建てていく。で、それでそれを売ってですね、投資した金額の何倍ものリターンを得ると。で、そのことによって利益を生むと。ですから、お金があればですね、お金を借りだけ借りて次々投資していくと。で、それを回収していくと。こういう商売なんですね。で、これは、日本のバブルと同じですよ。バブルの時もお金を借りたら、借りたお金で土地を買い、土地を買ったら今度は土地が値上がりしますから、値上がりしたら1億で買ったものが2億になると。それでまた利益が出ると。ですからお金を借りるだけ借りて、不動産に投資すれば、不動産が値上がりしている限りですね、絶対返済できるわけですね。で、担保も銀行はそこに不動産につけてますから、いつでもですね、土地を売ってくれれば、その担保価値は、この減ることなく回収できると。だからどんどん借り入れを増やすことができたと。で、しかし恒大グループの場合にはですね、土地がどんどん上がって、もうこれ天になってるんじゃないかと。つまり民間の経済、民間の所得もどんどん増えていけばですよ、これはですね、その、買う人が、
今まで1億円のものしか買えなかったのはですね、いや所得も増えたから2億円3億円のものも払えると、まあ、こういう形で、この、売ることができるんですけれども、もうそろそろ、買う人もですね、自分たちの所得がそこまで上がってないのに、不動産の価格ばっかり上がっていると、もうちょっとこれ買えないじゃないと、こんなことでは商売成り立たないよ というので、その需要が落ちてくるとですね、これは返済能力がなくなってくるわけですね。不動産価格が落ちてきますから。でそれが今バブルが崩壊したような状況がかつて日本でもありましたけど、同じような状況が中国でも起こっているということでしょう。ですから民間企業の場合にはですね、結局お金を最後貸してくれなければそれで終わってしまうわけです。じゃあ政府はどうなるのかと。政府はですね、結局最後の貸し手としてですね、日銀がいるわけなんですね。日銀がお金を、国債を買うと。で日銀が国債を買うのはですね、何も政府を助けるために買うわけじゃなくて、金融政策、これをするために彼らはですね、世間に出ているですね、通貨の量、つまりはこの中央銀行がこのもともと国債発行したときに日銀が買うんじゃなくてですね、このいわゆる民間銀行などが買うわけなんですね。で彼らが日銀のお金を、彼らが国債を買うと。で彼らが国債を買うのはですね、この国債を買うための資金というのは日銀に預けている当座預金、まあ、準備預金とも言いますけれども、日銀に預けている当座預金で買うわけですけれども、基本的に当座預金というのはですね、お金金利がないですからね、金利がないんで、これはいわゆる銀行間の決済するための決済するお金としての意味はあるけれどもですね、そのお金がたくさん持っていれば、損なわけですよ。でお金を、当座預金に置いとくよりも物を買ったりですね、金利のつく、この物に変えておく方が得ですから、基本的に、民間銀行はですね、国債が発行されれば国債を買うわけです。なぜならば国債の方が、金利がつくからなんですね、まあ、そういう仕組みなんですよ。ですから、銀行が、国債を発行するために、国が発行するために国債を買うと。で国債を買ってるんだけれども、今度はですね、その国債を、日銀が、買い戻すというか買いますという、まあ買うというオペレーションをするわけですね。買いオペという。で、それでどんどん買っていくことによってですね、この、いわゆる銀行の当座預金の量を増やす。で、当座預金の量を増やすということは、銀行間のお金、決済するときにですね、この当座預金の量が少ないとですね、このその日その日毎日ですね、この銀行間同士の取引があってですね、お金が何百、何千億円何兆円、あっちに行ったりこっちに行ったりという決済をそれぞれの銀行同士、いろんな企業で取引している決済のためのお金をやり取りするんですが、足りない場合にはお金を借ります。これオーバーナイトローンと、一晩限りですね、のお金ちょっと今日貸してくれないというのでですね、お金の貸し借りをするわけです。でこれが超短期金利ですけれどもね、この金利が、このこれからいわゆる市場金利の目安になるわけです。でこの金利をですね、限りなく低くしたいわけですね。ね、だからそのためには市場にたくさんの、この準備預金、当座預金を日銀は供給する必要がある。だからどんどん国債を、まあ、買い入れているわけであります。そして、その結果ほとんどは 0% と、長期金利も含めてですね、長短金利が 0% というような、まあ、とんでもない、状況に今なっているわけですね。でそしてそういうことをやっているのは何のためかというと、要するに金利を低くすることによってお金がですね、このどんどん借りて使う人がですね、使いやすいだろうと。でお金を借りて使ってくれると何が起こるかと、つまり銀行にお金を借りて、物が投資していくと、その分だけ経済が動くはずですからね、物を買ったり投資したり。でそうすることによって経済が、物価が上がっていく。物価が上がっていくことによって最終的には金利も上げてですね、経済を、まともに戻していこうというのが今日銀、まあ、政府も含めて物価目標 2% という、まあ、目標を掲げてやってるのはそういう政策なんですよ。でここで分かりますのは何かというと、要するに日銀は必ずそういう金融緩和をやるために国債を買うわけですね。
買うわけなんです。ですから民間銀行のように国債がですね、日銀から買ってもらえない、要するに償還するためのお金を国債発行しようと思ってもですね、誰も買わないから結局この資金が詰まってデフォルトするというようなことには絶対にならない仕組みなんですよ。でこれが中国の恒大グループや民間企業、日本のバブル民間企業を起きるのと、この政府が起きないということの決定的違いなんですね。これは理屈を超えてじりっとしてですね、これみんな分かってるはずのことなんですね。でこれが分かってなければですね、本当に経済学者も、経済部の記者もやめてもらいたいと思うんですけども、これが現実なんですよ。でところがそれを分かってるはずなのにですね、はずなのに、この今日の産経新聞で読売新聞のようにですね、いつまでこういうことをやっていていいのかと、この財政再建をしなくちゃならないと、円の信任がうんぬんって話してるんですけれども、それを言うんだったらですね、私に言わせればいつまでこんな低金利政策してるのかということの方ですよ。要するにもう少し物価が上がって、そしてですね、金利も上がらないとですね、経済としては不健全なんです。むしろ、そちらの方が問題なんですよ。つまりお金、銀行が成り立っているというのはですよ、お金を金利を取って、つまり今使うよりも、後で使うよりも今使う方が、得な状況を作ってあげる。でつまりそれが金利なんですね。でそして、今お金を借りてでもですね、やる方が物価が上がっていってるんですから、今お金を借りてやる方が得ですよと。でそのことによって経済が回っていく、先食い先食いを、需要の先食い先食いをこうしていくわけですね。でそれが経済成長していく一番のもとです。であんまりそれをですね、どん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 、10% も 20% もそんな高いインフレ率は誰も望みませんけれども、普通まあ3% 4% ぐらいのインフレ率がある方がむしろ健全なんですが、今の日本はですね、そちらができていないと。で金利をいくら日銀が下げてもですね、このデフレから脱却できていない。財政再建の財源を云々する以前に、そもそもなんでこのデフレから脱却できていないのかと。でそこを考えるべきなんですね。でそしてその答えは何かというと、アベノミクスで日銀と、この協力して金利を下げることはやったと。しかし問題の財政出動してこなかったんですよ、これは。でこれは安倍さんも安倍総理も認めているところです。あれ失敗したと、もっと財政出動しとくべきだったと。これは私との、お話をした時も安倍総理もおっしゃっていた話ですね。財務省に言われて消費税も上げてしまったと。あれ上げるべきじゃなかったし、本当はですね、もっと財政出動しとくべきだったんだ。だからそういうことを含めてですね、今4名の総裁候補は財政出動の重要性ようやく気づき始めているんです。ですからこれ財源問題を議論するんじゃなくて、問題は要するに政府の財政が不健全な状態であるということよりもですね、民間の経済そのものが全く不健全であると。この低金利、もっと言えばマイナス金利まで深掘りするような金融政策というのは異常事態ですよ。だからこの異常事態のこの経済をどう立て直していくかというのが総裁に必要なことだと思います。でそこで実は最後に言うと、岸田さんはですね、政調会長されてましたからね。私は岸田さんが政調会長時代に、これ自民党の役員会で言ったんですけども、絶対にこのデフレ脱却するためには財政出動が必要で、そのためには財源ということがですね、税に頼らなくてもできるという、この MMT 現代貨幣論をしっかり勉強しておくべきなんだと、党としてその勉強会をやってくださいということを、これ二階幹事長の下で言いました。でその時に岸田政調会長、当時の政調会長が、まあ、みんな誰も下向いたんですけど手を挙げて、じゃあ私のところで一度勉強会やりますというので、この勉強会実は内々、岸田政調会長の下でやっていただいてるんです。でそこで、まだですね MMT、完全に私は理解したとは言わないけれども、財政出動が必要だということはよく分かったということをおっしゃっておりました。まあ、今回も、そういうことで、一番そういう意味ではですね、 MMT 現代貨幣論について、理解があるんじゃないかなと思っているわけであります。まあ、いずれにしましてもこの、読売新聞の、この総裁選についての記事は実は的が外れていると、
問題は財政ではなくてですね、経済そのものがおかしな状況、デフレ状態にまだなっているということをもっと真剣に考えなきゃならないということであります。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。